キコーナチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、シーサでございます。さあ今回は一日産グループ、キコーナグループ円卓会議といたしまして、関西を代表する二法人の皆様に来ていただいてます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあというわけでですね、今回はこの関西のパチンコ業界を代表するグループ店の、役職の方々に来ていただいて、討論会的なちょっとねバトルチックなこうお話をしていきたいのと、あとやっぱりこの2021年度に入って2020年度の振り返りというあたりをね中心にお話ししていきたいと思いますので、皆様本日はよろしくお願いいたします。はい、というわけで早速ですね、ではキコーナグループさんの方から簡単な自己紹介をしていただいてよろしいですか。はい、皆様こんにちは、エリアマネージャーの富田です。エリアマネージャー兼 SNS プロデューサーという職位を拝命いたしました、富田勝と申します。よろしくお願いします。担当はですね、神戸市の北区、宝塚市、川西市、京都の南部、そして滋賀県という形で8店舗の店舗を見させていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。コーナーアンダーツリーでエリアマネージャーをやっております中村と言います。入社して約12年ですかね、会社にお世話になっておりますが、皆様に少しでも楽しいパチンコライフを楽しんでいただくために日々頑張っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私グランキコーナー堺店店長の池田と申します。私も配属グランドオープンから配属いただきまして、関西最大級の1817台というお店を任せていただいております。また日々ご来店いただけるお客様に楽しんでいただければなと思いますので、はい、今日はちょっとこの円卓会議で暴れてまいりたいと思います。お願いいたします。お願いします。いいぞ聞こうな。はいでは、続きまして、一日産グループの皆様に簡単な自己紹介していただきたいと思います。はい、一日産グループの関東のエリア長です。よろしくお願いします。東京、神奈川、千葉の5店舗の担当をさせていただいております。今回はこのキコーナチャンネルという貴重な、機会に呼んでいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく野豚グループの一日産グループで機械評価担当の課長しております畑です。よろしくお願いします。機械評価担当となってるんですけど、主に営業戦略部のマーケット課の課長をしております。仕事の内容はこの後あると思うので、またそちらで改めて紹介させてもらおうと思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。野豚グループ一日産のエリア長をしております A と申します。今回本当に緊張してますが、こういう貴重な機会をいただけますので、楽しんでやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあというわけで、自己紹介の方をいただきました。で今回はですね、いくつかのテーマを用意しておりまして、そのテーマに沿ったお話を、していきたいと思うんですが、まずはですね、今自己紹介の方をいただきましたけれども、じゃあそのエリア長とか機械評価担当、一体どんな仕事なの、ちょっとここも気になるところなので、その辺をちょっと伺っていきたいなと思いますが、